皆さんこんにちは。今日お話しするのは、注意機能障害についてです。これを理解していないために、随分苦労したりとか、まとうえないことをやっていたりしますので、ぜひご紹介したいと思います。注意機能障害とは、いろいろな情報をあるところで処理してどうするか決定するんですけども、えー、そこで そこで混乱してしまって、えー、何から始めていいかわからないというような感じですちょっと統合失調症と似てる感じがしますが私は典型的な統合失調症を見たことがないのでよく分かりません注意機能障害はブロードマン46番の場所つまりワーキングメモリーとかをと同じ場所ですここではいろいろな情報ですね 見たもの、聞いたもの、そういったものがここに送られてきて、どうするか決定しているわけです。例えば、洗面所を見て、歯ブラシを見て、コップを見て歯磨き粉を見る。こうすることによって、今から洗面台まで行って、歯磨きをして口を薄くというふうな一連の動作をま想定して、それを実行するわけです。洗面台まで歩いて行っている段階で、 照明器具が気になったりとか床が気になったりとか電気のスイッチが気になったりとかそうこうしているうちに洗面所に何しに行っているのかというのを忘れてしまうわけですね。歯歯ブラシにに、に磨き粉をつけたのにそののののそままコップの中の水の中水入れて、 ぐるぐる回してしまったりとかそういうことをしてしまうわけですこれはその途中で起こる、えー、見たもの事柄に関してそれに意識がいってしまうために自分が何をしようとしていたのかを忘れてしまうということですこういった方に食事の後はお口が汚くなるから、えー、洗面台に行って歯磨きしましょうねと、えー、言ったところで全く通じません 最初の言葉、食事の後でですね、えー、もう次の言葉を言った時にお口が汚くなるので、次に洗面台で歯を磨きましょうね、とここでは四つの言葉がありますが、えー、最後の言葉しか残っていなかったりします。また印象的なものであったら、一、えー、番目の言葉、二番目の言葉しか頭に残っていなかったりします。ではどう言ったら通じるんでしょうか。えー まず立ってください。まっすぐ洗面所まで歩いてください。こっちの方向です。はい、歯ブラシを持ってください。歯を磨いていただけますか。口をゆすいでいただけますか。とこのように一言ずつ区切って指示をすると指示が通るようになります。ですから相手を混乱させますので一つの言葉で指示をする。 これしか通じる方法はありませんもちろんにっこりしたりとかそういった感情の面は通じると思いますのでそういったことはやっていただいていいと思いますちょっとこれで悩んでる人はいらっしゃるかもしれませんけども注意機能っていうのはどういうことかということを知ると解決方法が分かってきます医療関係や介護職の方 もしそういう方がいらしたら試してみてください。終わりにしようと思ったんですけどもその前に一つ話しておきたいことがあります。これワーキングメモリーのところに問題があるケースと意味記憶ですねに問題があるケースとても区別がつきにくいんですけども見分け方としては ワーキングメモリーの方に問題があるケースでは1つの文章の内容は筋が通っているんですけども全体的に2つ3つ4つ5つこれらの文章を並べてみると全然関係のない文章がになっていたりとかするケースがあります。意味記憶がおかしくてなっている場合は 文章そのものがおかしいわけですね、えー、そういったおかしい文章をラルとして喋っているケースが多いです方法とも手続き記憶はあまり残っていないようです最初は分かりにくいですがそういうふうにして見分けるとわかるようになってくると思います私の知っているところではそういった方は、まあ、たまにいらっしゃいますのでそういうことがいらっしゃたらぜひ試してみてください ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。